だ。渋滞に巻き込まれてこんな時間だよ。おお、ここがホテル坂東か。ついにやってきたな、全日本ヒーロー。ヒーロー今年の優勝はトラサマン陛下、はたまた正体不明のヒーロー忍者なんじゃか。まあ、俺にはどっちが勝とうか関係ないんだけどね。だってどうされたのか。ユリエが生きてたらどう思うかな。話して。
まだ誤解してるのか。いいよ、でもそれも今日で終わりだ。終わり？言ったろ、僕は今日ここで自分が忍者なんじゃであることを明かす。そして全てを暴露するんだ。見てろよユリエ、君の潔白は僕が証明してやる。知らぬ弁護士ほど惨めなものはないが、カルマは完璧をもってよしとする。完璧な勝利を収めるためなら手段は選ばん。さあ、決定的な証拠、決定的な証人、他に何か必要なものは。待て。なるほど、なるほど、なるほど、龍一。我々はあなたを、我々はあなたを、我々はあなたを弁護士とは認めません。待ってくれ。誰か助けて、助けてくれ。お待たせいたしました。第3回ヒーローオブヒーローグランプリは、それがしなり、おっと、突然現れた我らがヒーロー。今年もグランプリは大江戸戦士殿様ヘイツ。助けて。正体不明のヒーロー忍者なんじゃは残念ながら受賞を逃しました。なんだ、夢か。やったよ、なるほどくん。今年のグランプリも殿様のヘイに決まったよ。え？へー、ではありません、ヘイです。あれ、君は。もういつまで寝ぼけてるの。ハミちゃんは私のいとこ、何度も説明したでしょ。ああ、ゴールデンウィークを利用して遊びに来てて。綾坂はるみです。しっかりしてよ。ああ、ごめんごめん、うっかり寝てしまって。でもまさかカルマケンジが夢に出てくるとはな。カルマケンジって前になるほどくんがやっつけたわけでしょ。うん、大丈夫、顔が悪いよ。それを言うなら顔色ね。さあ、そろそろ帰ろっか。ダメよ。え、だって授賞式終わったんだろ。これからここで受賞記念のアトラクションショーがあるの。アトラクションショー。その後はヒーローたちによる記者会見もあるんですよね。そう、しかもその会見では正体不明のヒーロー忍者なんじゃから重大発表があるんだって。もしかしたら今夜ついにその正体を明かすのかもしれない。やれやれ、簡単に帰れそうにないだろ。ここで大丈夫ですか。了解です。あれ、糸の子刑事さん。あんたたち、こんなところで何やってるんですか。警備室では、オートの信号をはじめ人気のヒーローたちが登場するって。オートロ、もう、本当に何も知らないのね。オートロ、信号、今、殿様は兵の中に入ってるアクションスターよ。ものすごい人気らしくて、上から警備の依頼があったっすよ。どう
んですか？ため息なんて疲れて。自分は最近こんな仕事ばかりで重要事件から外されがちなんです。早く三剣検事が海外出張から戻ってこないですかね。海外出張？三剣のやつどこに行ってるんですか？わからないっす。何でも国際指名手配中の殺し屋を追ってるらしいですね。国際指名手配中の殺し屋？どなたですか？三剣検事とは。三剣検事っていうのはなるほど君の幼馴染で。ロビーにお集まりの皆様にお知らせいたします。本日これより予定されておりました殿様の兵受賞記念アトラクションショーは都合により中止とさせていただきます。どういうこと？いいんだ検事さん、大変だよ。あれどうしたんですか、おばちゃんその格好。今はそんなことじゃないんだよ。いけないよ、いけないよ。こっから通れる。あ、こっから通れる。届かない、届かないよ。よっ、本当ですか？あ、すぐに行くさ。あ、どうしたんですか？なんでもないです。あんたたちはそれじっとしてるんですよ。いいよ。おお、ちょっと。なんだろう、何かあったのかな。わからない。けど、ショーは中止らしいし、帰ろっか。え、そういうわけにはいかないでしょ。事件の匂いがするわ。私たちも行きましょう。でも今、じっとしてろって言われたばっかりだよ。もう、つべこべ言ってないでいいから。ダメ、ダメ、迷っちゃ、迷っちゃ、ダメ。迷っちゃ。ちょっと迷っちゃ、迷いですか、あやさと迷い様でいらっしゃいますか。お電話が入っております。お手数ですがフロントまでお越しください。私にどれからでしょう。なるほど君とハミちゃんは先に行っててすぐに追いかけるから。いや、ちょっと迷いちゃん、食べ物に釣られちゃダメだよ。どうしよう。え、ちょっと、あやれやれ。事件発生日は5月2日午後8時15分頃です。現場はホテル坂東控室。被害者は藤見の勲21歳。ヒーロー番組忍者なんじゃの主演俳優、つまり謎のヒーローの正体です。第一発見者は神谷キリオ。殿様の兵の主演俳優、大トロ慎吾のマネージャーです。だから何度も言わせんな。俺はジャーナリストだぞ。ジャーナリストだろうとなんだろうと捜査中は何人たりとも通さないっすよ。やめろ。で、じゃあいいのか。来週の週刊でっち上げ文文の見出しが、宇都の子刑事ジャーナリストに肩幅で暴行を。頭で暴行で弁護。こうなってもいいのかよ。あ、これだ、これだよ、これだよ、ちょっと待って、これだよ、これだよ。あ、お前は、なるほど、お前も決まりだ。知り合いですか。ああ、昔から事件の陰にやっぱりやはりなんて言われてるトラブルメーカーでね。あんたたちもほらじっとしてろと言ったはずっす。あー、すみません、でも迷うちゃんが手前。なるほど。え、お前からも言ってやってくれ。おー、俺にはな真実を伝える義務があるんだよ。はぁ、どうしてお前にそんな義務があるんだよ。あれ、俺お前に言ってなかったっけ。え、俺今雑誌の記者をやってます。あ、これってあのゴシップで有名な。とにかくもう一般人は立ち入り禁止っすよ。ことは殺人事件っすよ。殺人。また口が滑ったっすよ。やっぱりスクープだ。あらいなりがこんなにオレンジ、おとなしくお縄を頂戴したがい。俺が捕まるな。どけ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 、まて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 、どけ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 、まてまてまて、どけ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 、手が回るっすよ。あ、すごい目が回るっすよ。田中さん、今自分で回りましたよ。あのとこずっと忍者ランジを見張ってたらしいっすね。それが殺人事件と何か関係があるんですか。殺されたのはその正体不明のヒーロー忍者ランジです。忍者ランジが。いやー、でもしかしその忍者ランジの正体が藤見の勲だったとは驚きっすね。有名な方なんですか。何年か前に一世を風靡したアイドルっすよ。でも最近じゃめっきり姿を見なくなって、血組みを着て正体を隠してたんですね。アクション界での人気は今や殿様の兵の大トロ慎吾にも負けてはいなかったっす。あ、それでそっちの大トロさんの方は無事だったんですか。大トロです。ですから大トロさんの方は無事だったんです。大トロです。だから大トロさんの方は、だから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 大トロです。あ、あの餃子の具と一緒に。どっちでもよくないですか。大トロさんの方は無事だったんですか。はい、ですが先ほど緊急逮捕された。逮捕？どうして。藤見の勲を殺害の容疑。どうして大トロさんに容疑が。残念ながらそれはまだ秘密っす。まだ捜査も始まったばかりですからね。あの情報は流せないっす。じゃあ自分はこれで。どうもご苦労さんです。なるほどくん、もしも殿様ファンの迷い様がこのことを知ったら。
面倒なことになるかもね。失礼ですが、栄養士のなるほど龍一様。弁護士のなるほど龍一です。別のお客様からこちらをお渡しするよう言われてまいりました。トランシーボ。失礼します。ちょっとこれ別のお客様って、これちょっとどうしたらいいんだ。はい、なるほどですけど。迷いちゃん、どうしたの？どこにいるんだい？迷い様？まあまあ、そう興奮なさらずに。誰だお前は？私のことなどどうでもいいではないですか。それより問題なのは、あなたのこのお荷物の命、違いますか？命？迷い様！ハミちゃん、落ち着いて。おい、答えろ。一体何が望みだ？望みは判決を一つ。判決？たった今、あなたのいらっしゃるホテルで殺人事件が起こりましたね。そこで容疑者となった大トロ信号を無罪にしていただきたい。なんだって？彼は誰も殺してない。誰かに罪をなすりつけられたのです。信用できるか？ですが、あなたに選択の余地はありません。助けて！迷い様！タイムリミットは2日。おそらく今夜、そちらでは事情聴取が行われます。ですから審理は2日後になるでしょう。その法廷で無罪判決を勝ち取っていただきたい。チャンスは1回きりです。1回、たった1回で。しくじればあなたの荷物はこの世から消えます。ああ、そうそう、せっかく誘拐をしたのですから、このセリフは言っておきましょうか。警察には知らせるんだ。まあ、念のためですけど。お前は一体何者だ？私の名前は殺し屋。殺し屋？ちょっと待って。ハミちゃん、くそ、警察にも知らせられないなんてどうすればいいんだ。とにかくまずはその大トローさんって人に弁護依頼をしてもらわないと。ハミちゃん。だから僕にもよくわからないんだ。きっと陰謀だよ。他にも僕の人気に嫉妬してる奴がいるんだ。だって僕のキャッチフレーズは春風のように爽やかなあいつだよ。そうだ、控室に置きっぱなしの荷物を家へ運んでおいてくれないかな。アタッシュケースの方も一緒にさ。どっちも絶対に安全な場所に。それから、あ、どうも、大トロ慎吾さんですか？その通り。春風のように爽やかなあいつでおなじみの大トロ慎吾です。切っちゃった。もしもーし。もしもーし。はじめまして、弁護士のなるほど龍一と言います。弁護士のなるほど龍一と言います。弁護士？突然お伺いして申し訳ありません。順番としてはまず弁護依頼をしていただかなくてはならないのですが、こちらの勝手な事情で。なあ、構いませんよ。どうぞよろしく。え？必ず助けてくださいね。え？じゃあ弁護依頼の方は？契約書にサインが必要なら言ってください。あ、でも色紙に欲しい場合は署内でお願いします。事務所がうるさいんですよ。やった！署内って内緒のことだよ。でも弁護依頼をもらったよ。第一関門突破だ。うん、早速いくつか質問があるんですが。何でも聞いてください。まずは昨夜のこと。昨夜？はい。昨夜は授賞式の後は控室で休んでいました。一人でアトラクションショーが予定されてましたから。殿様の衣装も着たままで。衣装を着たままで？あれは着るのも脱ぐのも面倒なんです。一人では脱着も不可能で。亡くなった藤見の勲さんとは？昔から向こうが勝手にこっちをライバル視してくるんです。忍者なんじゃで正体を隠していたことは知っていたんですか？まあ、うすうす感づいてはいましたけど。それでどうして大太郎さんが逮捕されたのでしょう？実は殺害に使用されたナイフから僕の指紋が検出されたらしいんです。なんですって？いや、冗談じゃないですよ。きっと誰かが僕を陥れようとしてるに決まってる。最後に一つだけよろしいですか？何です？あなたは藤見の勲さんを殺害しましたか？は？どうなんですか？答えてください。いや、僕は誰も殺していません。わかりました。お任せください。必ず僕が
あなたの無実を証明してみせます。ああよかった、これで思う存分戦える。ホテルに戻ろう。大トローさんの無実を証明する証拠を探すんだ。はい、うん、無駄な泣きはやめることね。なるほど龍一。君は明日法廷であなたと戦う天才検事カルマ・レイド。カルマ、私がアメリカの検事官を捨てこの国へ来た理由はたった一つ、あなたへの復讐を成し遂げるため。復讐？じゃあ君はあのカルマ・ゴーの目指す。カルマの強く者は一つの宿命を得、それはすなわち完璧な立証。私は必ずあなたを倒す。あの人何ですか。冗談だろう。まさか明日の相手がカルマ公の娘だなんて。厄介な相手だな。どうしよう。こんなことしてる場合じゃない。ハミちゃん急ごう。ハミちゃん、ここは
された藤見野さんの控室だ。ほら、まあ、見てください。かわいい藤見野さん。あ、お、あんた聞いたっすよ。大トロの弁護を受け受けたらしいっすよ。でもね、今回ばっかりはあんたがどんなに頑張っても無駄っすよ。なぜです？正式な解剖記録はまだっすか？この死体の写真を見ればもう一目瞭然っす。胸に刺さっているのが大トロさんの言っていたナイフか。このナイフに大トロさんの指紋がべったりっす。さらには目撃者が。目撃者？証拠、証言ともにバッチリっす。というわけで自分は署の方に回るっすよ。ちょっと、じゃあそんな、参ったな。目撃者までいるなんて。よし、行ったか。行って。やはり、なんでお前ここだ。騒ぐなって。なんだ。まあ行ったよ。カメラ探してたらあの刑事が入ってきてさ。カメラ聞いてくれ。なるほど。ゆうべ事件の後、俺の命16万もする最高級のカメラをケースごとどっかへ置き忘れたみたいなんだ。そんなのでよく芸能記者が務まるな。あ、小遣い全部払いたのに。これも忍者なんじゃ。深夜の密会、お相手はマネージャーの KK か。こいつは俺が書いた今週号の記事だ。忍者なんじゃの正体が殺された藤見野勲と判明した今、次に狙うは KK との恋愛スキャンダルだ。 KK って神谷キリオだよ。はは、神谷。おい、何バカなこと言ってんだ。彼女が忍者男女と一緒にいるところは何度も目撃されてスクープもされてんだ。キリオさんは大トローさんのマネージャーだ。だからなんだよ。だから一緒にいたのはただの偶然だろう。下手くそだろ。それがそうでもないんだな。実は忍者なんじゃの正体は少し前から業界内でも噂になってて、俺が先回りしてチラッと調べてみたんだ。調べたって何を。サンドイッチの気分初めて。私調べたって何。そうそう、藤見野勲の身の回りをさ。藤見野さんの。それでなんと藤見野勲と神谷キリオは。うわ、来週発売の週刊でっち上げ文をお楽しみに。そこまで言ったら言えよ。カメラ見つけたら教えてくれよ。ちょっと、おい、あー、これたく、おまさか亡くなった藤見野さんとキリオさんに何か関係があるのか。なるほど、くん、このぬいぐるみ。よし、じゃあ次に行こう。ハムちゃん、ぬいぐるみは持ってきちゃダメだよ。翔子さん、やつは忍者なんじゃの人気を落とすために自分のマネージャー神谷キリオを差し向けたんだ。あ、それってもしかしてこの雑誌のでっちゃけ情報のことですか。でっちゃけなんかじゃないよ。その証拠に来週号にはその裏付け情報だって掲載される。裏付け情報。これだ。ああ、ちょっと苦しんで自分でやったんじゃないですか。あ、これ、このケース。これはね、ある芸能記者のカメラケースだ。やっ
この中に来週発売予定のスクープ原稿が入っててさ。実は今から2年前殺された勲ちゃんの周りで一人の女性が自殺してる。自殺？名前は天野ゆりえ、勲ちゃんの婚約者だよ。当時も結構話題になったから、それはおばちゃんも覚えてて。そしてなんとその天野ゆりえって女は神谷桐生のいとこって話なんだ。いとこ？本当ですか？でっちゃけの情報なんだから間違いないよ。きっとオートロのやつはそれを知ってこの度にしたはずで。どうしてですか？え？だってそいつを勲ちゃんの元に差し向ければ自殺した婚約者のいとことのスキャンダルになるんだよ。いかにもマスコミが食いつきそうなネタじゃないか。おお、なるほど。よし、バスタがその婚約者の自殺が今回の事件に関係してるかもしれませんね。それはどうだろうね。それに自殺は警察がそう断定しただけで、遺書らしきものはどこからも見つかってないって話だよ。もしかしたら誰かがどこかに隠したのかもしれないとまで言われてる。誰かって、さすがにおめちゃんでもそこまで分かんないよ。あんた、俺の最高級の手だ。まずい、逃げた、逃げろ。立ち上がれ、スルダンボイル。ちょっと、ね、二人とも、ね、どうするんですか、なるほどって。どうするって、どうしようもないよ。こんなゴシップ雑誌じゃ何の証拠にもならない。キヨさん、もう一度お話を聞かせてもらえませんか。私は後片付けで忙しい。ああ、そう言わずに。いとこの婚約者だったんですよね、藤見野さん。その婚約者の方、お亡くなりになったと聞きました。でも、遺書は発見されなかったとか。申し訳ないのですが、何を聞き出そうとしているのかよくわかりません。失礼します。あ、ちょっと。キリオさんは何か隠してるな。まさか僕のマネージャーが藤見の勲の。はい、役所に行って調べましたが、亡くなった婚約者のいとこに間違いありませんでした。ご存知じゃなかったんですか？いや、初耳です。どうして黙ってたんだ。はっきりしたことは分かりませんが、とにかく今日の法廷ではあなたに不利な証拠がたくさん提出されるでしょう。誰かがあなたに罪を着せようとしてるのは間違いない。お願いしますよ。昨日も言いましたけど、僕春風のように爽やかなあいつですから、スキャンダルだけは絶対に NG なんです。はい、裁判も最低限の関係者だけで進めてください。分かりました。待ってろよ、迷いちゃん。できれば口で。落ち着いて。
落ち着いてください。親父と違って生きがいいな。では早速最初の証人を呼ぶことにしよう。はこれよ、ここ記事よし。証人、名前と職業は？糸の小切圭介、所轄署の刑事。事件の説明を。は事件発生は全日本ヒーロー・オブ・ヒーロー授賞式後、被害者である藤見の勲が死体で発見されたっす。死因はマフラーによる絞殺。マフラー？死因の特定には少し時間がかかったっすが、他殺に間違いないですね。弁護人、尋問をお願いします。はい、では証人にお聞きします。死因はナイフじゃなかったんですか？鑑識の結果はマフラーです。じゃあナイフは？被害者の死後、念を入れて刺されたもののようですね。犯人はとても用心深い人間のようですね。次に進みなさい。警察がなぜ大トロ慎吾を逮捕したのか、その根拠について。はまず被告人大トロ慎吾、被害者藤見の勲はライバル関係にあったっす。つまりこの二人は互いの存在が邪魔だった。これが動機ですね。そして証拠、この凶器に使われたナイフには被告人の指紋がバッチリと残っていたっす。つまりこのナイフは被告人が事前に購入し準備していた。これは計画殺人っす。もうこれは決定的ですね。待ってください。計画殺人の根拠はあらかじめナイフを購入していたからでしょうか？その通りっす。あのナイフは被告人が事前に購入し準備していた。いや、そのナイフは被告が事前に購入したものではありません。ナイフの絵を見ればすぐに分かることです。バンドと刻印されていますね。バンド？ホテルの名前です。つまり凶器のナイフはホテルのものということは、犯行は計画的なものではなかったのです。確かに。いやいや、そんなことに気がつかないバカはこいつだけだ。助けに。すいませんでした。問題はそのナイフが一体どこにあったものかだ。それはもちろん被害者藤見のさんの部屋では。残念ながらそうではないわ。被害者藤見の勲の控室の写真を見てみなさい。被害者を殺害される前に事件現場となる控室で食事をとっている。しかしテーブルの上に注目すると。ああ、確かにナイフとフォークが揃っていますね。ではこのナイフは一体どこから？被告人大トロ慎吾の控え室を思い出すといいわ。テーブルの上、何か足りないものがあるでしょう。まさか。そう、ナイフが一本足りない。大トロは食事に使ったナイフを持って被害者の控え室に行った。ではなぜナイフを持っていたのか。理由は一つ、殺意があったからだ。お見事、お見事、鮮やかな印象でした。まだ戻ってのっけから本気でまずい状況だぞ。凶器に残っていた指紋、証拠は十分ですね。では次の証人を呼ぶことにしよう。警察側の立証はこれで十分ではないでしょうか。私の作ったシナリオに口出する気？シナリオ？じいさん、さっきから余計なこと言って。なるほど、龍一、私があなたにする復讐はただの復讐じゃない、完璧な勝利という名の復讐よ。怖い。証人。はい、お待たせ。 おばちゃん。証人、名前と職業は？大場薫、ホテルの警備員をやってます。証人は事件があった夜もホテルで警備員をしていた。間違いないな。ええ、そうよ。授賞式の後は控室の前をうろついてたわ。まあ他にも仕事があったんで、ずっと見てるわけにはいかなかったんだよ。そこで何を見たんだ？大トロ慎吾さん出てきたんだよ、勲ちゃんの控室から。こそ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 。目撃者っておばちゃんだったのか。どうだろう、犯人は大トロしかいないだろ。弁護人、尋問をお願いします。あ、はい。では証人にお聞きします。被告を見た、間違いありませんか？ないね。本当にくどいね。見たって言ってんだろ。大トロ、証人の見た人物の服装について詳しく聞かせてもらえませんか？服装？はい。そんなの決まってんだから。あれだよ、これ、あのいつも着てる派手なバイクスーツだよ。あの赤いバイクスーツを着ていた。本当に？だから本当だって言ってんだろ。見ない。果てしなく疲れるやり取りだ。この尋問に一体何の意味があるというの？弁護人、何か意味はあるのですか？もちろんあります。証人、事件があった時刻の前後、被告がどんな服装をしていたかご存知ですか？はあ、だからその派手なバイクスーツを着てたって言ってんだろ。いけない。それはおかしいですね。それってどれのことだ？派手なバイクスーツです。大トローさんはその頃アトラクションショーを控え、殿様の衣装を着ていたはずです。いけない。それが何だと言うんだ。犯行に及ぶときは目立たないようバイクスーツに着替えただけだ。いけない。何度も言いますが、大トロ
郎さんのバイクスーツはとても派手なものです。むしろそっちの方が目立つと思いますが、それに殿様の衣装は着るのにも脱ぐのにもとても手間のかかるもので、一人では脱着が不可能だそうです。それをわざわざ脱いで犯行に及んだ理由は何でしょう。何でしょう。いや、あなたです。そんなことおばちゃんに聞かれたって。あ、確かにおかしいですね。あ、ちょっと待った。あ、思い出した。あの、バイクスーツじゃなくて殿様の衣装着てたんだ。おばちゃん間違えちゃったって言うよ。いきなり証人、あなたが目撃した被告が殿様の衣装を着ていたというのなら、そのナイフを見てください。それが何だい。裁判長、その証拠が重要なのはなぜですか。被告の指紋がついているからでしょ。その通り。しかし犯行の際殿様の衣装を着ていたのなら手袋をしていたはずですから、ナイフに指紋は残りません。それどころかついていた指紋は消えてしまうでしょう。意義あり。衣装の手袋を取って刺したのかもしれない。意義あり。なぜそんなことを。凶器に指紋を残すためですか。そんなことはありえない。つまりナイフは大トローさんに罪を着せるために偽装された偽の証拠だったんです。やりましたね、奈良博士。少年、おばちゃんじゃなかった。少年、そんなに心配しなくても大丈夫で、あなたは何も見間違えていないんですから。あなたの証言は最初のもので合っている。目撃した犯人は派手なバイクスーツを着ていたんです。でもそれじゃ一体、じゃあ弁護人、一体誰なんです、その被告に罪を着せようとしていた人物とは。はい、それはまず大トローさんの控室に自由に出入りできた人です。そしてその人は大トローさんと食事を取りました。食事を。だからその人なら簡単に手に入れることができたんです。大トローさんの指紋のついたナイフを。なるほど。さらにその人は事件前日から体調を崩し、大トローさんの赤い上着を借り着ていた。弁護側は大トローさんのマネージャー神谷桐生さんによる犯行と推測します。やったか。審理は予想外の展開を見せましたね。ではここで本法では神谷桐生さんの召喚を要求します。彼女の証言を聞かない限り判決を下すわけにはいきません。いいだろう。待ってください。違うの。違うんです。私じゃない。私はやってないわ。大トローよ。全部あいつがやったの。あいつが殺したのよ。まずい。この流れでいくと審理がストップしてしまうぞ。今日のうちに無罪判決を取らないと迷うちゃう。待って、私じゃない。私がやったんじゃないわ。では審理はここで一旦終了します。検察側、弁護側とも事件をもう一度よく洗い直して。ちょっと待ってください。困ります。審理は続けてもらわないと。そう言われましても証人があのような状態では。だったら判決をお願いします。は？証拠はもう全て出揃ったはずです。大トローさんは無罪だ。バカなことを言うな。審理はまだ終わっていない。だったら証拠を見せるんだ。君の親父さんも言っていた決定的な証拠、決定的な証人を。何？お願いします。お願いします裁判長、判決を。でもそれは。裁判長。意義あり。今の言葉そっくりそのままお返しするわ。被告が真犯人でないと主張するなら弁護側もそれなりの証拠を提示するべきよ。その通り。何をそんなに焦っているの。なるほど雄一、心配しなくてもあなたの負けに揺るぎはないわ。何を根拠そんなこと言ってるんです。そこまで。そこまでです。では本日はこれにて閉廷。待ってしっかりするさ、車検事。
まさかこれが殺し屋からのプレゼント。次の審理は一体どうなってしまうのでしょう。何をしてる、そこを解くんだ。みつるぎ、みつるぎ、りっちゃん、救急車見せるんだ。弾は貫通しているようだ。すぐに止血すれば問題はないだろう。何をそれも揃ってぼーっとしてる。早く救急車呼ぶんだ。はい。どうしてお前がここに。国際指名手配中の殺し屋を追っていたらここへたどり着いた。殺し屋。なるほど、龍一、見ておけ。明日は、明日こそは。しっかりしろ、メイ、メイ。一番愛してるって。いやでも、ゆりえ、結婚しよう。え、もちろんすぐにってわけにはいかないけど、必ず僕が幸せにしてみせる。お、見てみろ、藤森さんが女と抱き合ってるぞ。本当だ、こいつは大スクープだ。大変、どうしよう。いい機会だ、世間に公表してやろう。この子は僕の幼馴染で婚約者なんです。婚約者、僕が世界中で誰よりも愛してる人だ。私は幼い頃、
事故で両親を亡くし親戚の家に預けられました。伊佐さんはその近所で出会った少し年上のお兄さんだったんです。小さい頃からずっと私を支えてくれました。でも人気者の芸能人がそんな発表しちゃったら。私も心配しました。ところが逆に世間ではその誠実さが受けたようで、伊佐さんの人気はそれまで以上に上向きました。へえ、幸せでした。世間からも認めてもらえたこと、そして伊佐さんの婚約者になれたことが。でも一本の電話が私たちの幸せを引き裂いたんです。もしもし、天野由紀恵さんですね。今すぐ出てこられませんか。会って直接お話ししたいことがあるんです。どなたですか。実はあなたの婚約者がトラブルに巻き込まれましてね。伊佐さんが。どうしてもあなたの助けが必要なんです。わかりました、すぐ行きます。事件は私が引き継ぐことになった。何だって。カルマケンジの父親カルマゴーは私の師匠でもある。私以上の適任者はいないだろう。それとこのカード、これは不死身の伊沢の控室に残されていた。それは現在私が追っている国際指名手配中の殺し屋が名刺代わりに残していくものと同じ。殺し屋が。殺し屋の名は殺し屋サザエモン。奴は必ず現場にそのカードを残していく。どうして。そいつを残していくことで自らの犯行を明らかにする。まさか。じゃあ藤宮さんを殺害したのもその殺し。おそらく。そしてその殺し屋を雇った依頼人こそが今回の黒幕だ。目を打ったのも奴に違いない。じゃあもしかして迷い様を誘拐した殺し屋という。ハミちゃんそれ言っちゃだ。次こっち。誘拐。ああいや、どういうことだ。なんでもない、なんでもないじゃん。なるほど、取り返しのつかなくなる前にちゃんと説明するんだ。実は、迷いちゃんが誘拐された殺し屋と名乗る男に、でも警察には知らせるなと言われて。殺し屋の要求は大トロ慎吾の無罪判決。まさか。分かった、ここは私に任せろ。え、殺し屋に気づかれぬよう捜査もある。ダメだ、それ。ケンジ、こいつの鑑識結果が出た。あ、そのまま。もう大丈夫だ。ケンジの予想通り間違いなかったっすね。おい、そのぬいぐるみから何か分かったのか。貴様もそいつを一から調べ直すといい。とんでもない真実が見つかるはずだ。え、おい、このぬいぐるみからとんでもない真実が。行こう、ハンちゃん。それで結局その無理やりキスされた写真が週刊誌に載ってしまったの。はい、そしてそれ以来伊沢さんとは連絡が取れなくなってしまって。どうして。事務所が彼を隔離したんです。じゃあ向こうから連絡は。
ずっと鳴りっぱなしで、表には一日中芸能記者が張り付いて、ネットやメールには誹謗中傷書き込まれて、ブス死ね、ブス死ね、お前のせいで伊沢は終わりだ。私のせいで、私のせいで伊沢さんがあんなに優しくしてくれた人が、それであなたは自らの命を。最低、一体誰がそんな卑劣な罠を仕組んだの。後で気づいたの、私を呼び出した電話の声、あれは嘘、嘘でしょ。まさか。いや、なるほどさん、今日は驚きましたよ。さすが腕利きの弁護士さんだ。大太郎さん、遅い時間にすみません。実はあなたにいくつか確認しておきたいことがあります。あれ、なんだかおっかないかもしれんな。どうしたんです？大太郎さん、藤見野さんはどうして殺されたのでしょう？は、なんです突然。何度も言いますが、僕は藤見野のことなんて全く意識してなかった。それは嘘だ。あなたはアイドル時代から藤見野さんのことをずっと気にしていた。事件のあったあの授賞式の日は特に。なるほどさん、アトラクションショーの後に予定されていた記者会見では、忍者なんじゃの藤見野さんからある重大な発表があると告知されていました。何を発表するつもりだったかご存知ですか？知りません。大方正体でも明かすつもりだったんじゃないですか？結局殺されてバレちゃいました。本当にそうでしょうか？いや、だからそんなこと僕に聞かれても。ではどうしてこんなものを藤見野さんの控え室に設置したんですか？何ですか？小型カメラです。このカメラはこいつの目に仕掛けられていました。ファンからのプレゼントに混じって。ここにクレジットカードの伝票があります。大太郎さん、このぬいぐるみはあなたが買ったものだ。いや、覚えがない。とぼけても無駄です。このぬいぐるみが売られていたおもちゃ売り場の店員があなたのことを覚えていました。サインまでしてあげたそうじゃないですか。一つ聞いてもいいかな？何ですか？あなたは僕の弁護士ですよね。なんでそんなことを調べなきゃならないのかな。それはもういいかな、僕眠いんだけど。まだです。こんなものを藤見野さんの控室に仕掛けた理由を聞かせてください。知る必要はないよ。あなたはただ黙って僕の無実を証明すればいいんだ。このカードをご存知ですね？それはあなたは知っていたんです。あの部屋で何が起こるかを。なぜか、答えは一つしかない。あなたが依頼したからだ。殺し屋左左衛門に藤見野さんの殺害を。この事件の真犯人は大トロ慎吾、あなただ。ちょっと待って。じゃあ僕に聞いてみるから。何？そろそろいいだろうだってさ。どういう意味だ？されてんだぜ。こっちが逆に奴を揺することだってできる。
いわば保険ってやつだよ。その映像は今どこに？教えるわけねえだろ。初めて会った時、僕はあなたに聞いたはずだ。藤見野さんを殺害したかと。でもあなたははっきり答えた。誰も殺していないと。いや、だって嘘じゃねえだろ。だって実際にやったのはその殺し屋なんだから。俺は控室で昼寝してただけなんだ。藤見野さんを殺したのはお前だ。じゃあ明日の法廷でそう言ってみるか。何？言えるわけないよな。もしも俺が有罪になったら、大事なお友達が消えちまうんだもんな。どこまで汚い人なの？あの殺し屋も古いタイプだから準備には余念がない。優秀な殺し屋とは優秀な弁護士のおかげで、俺はいつまでも春風のように爽やかなあいつでいられるってわけだ。というわけで、明日もよろしくお願いします。お互いの幸せのために。どうして、どうして藤見野さんを。ヒーローってさ、世の中に一人でよくない？くそ！マヨちゃん、僕はどうすればいいんだ。やっとたどり着いたな、この事件のスタートライン。ミツルギ、マヨル様は？残念ながらまだ何も。どうする気だ、なるほど。僕は弁護士だ。でも殺人を犯した人間を無罪にするなんてできない。だがどんな人間にも正当な弁護を受ける権利がある。正当な弁護、それって何なんだ。ハッタリと卑屈で無理やり無罪をもぎ取ることか。君は実際今までもそうやって戦ってきたではないか。それは僕が依頼人の無実を信じていたからだ。苦しんでいる人を救うことができたら、そう思って弁護士になったのに。一番身近にいる彼女マヨちゃんを救うことができない。僕が弁護士として戦えば彼女は帰ってこない。彼女を救うことができないんだ。なるほど、貴様はなぜ法廷に立つ。君が法廷に立つ理由を言ってみろ。僕が法廷に立つ理由、その答えが見つからない限り貴様は決して抜け出すことはできないだろう。その不毛な苦しみからな。何だと。なるほど君、トランシーバーが。殺し屋か。殺し屋、せっかくプレゼントを送ったのに無駄になったようですね。ミツレギとかいう出しゃばり検事がしゃしゃり出てきたせいで。何？ご無沙汰しています、ミツレギ検事。どうやらまだ私のことを追っているご様子ですが、有力な足取りはつかめましたかな。これは違うんだ。殺し屋とつながってたのか。え、カセ、ちょっと待て、ダメだ。いいか、よく聞け殺し屋。貴様は必ず私が追い詰めてみせる。今まで何度同じセリフを聞いたことでしょう。それより、なるほど様、確か私は警察に知らせてはならないと言った。いや違う、これは違うんだ。これは警察ではなくて三剣であって。いや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 、これは三剣じゃなくて、そのあの、ほら、あの、なんだっけ、ほら、あるじゃん、ほら、あの、あの、猫。ね、猫なんだ、ほら、にゃ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 。無理しないでください。構いませんよ、あれはシャレで言っただけですから。シャレ？捕まる気などさらさらないということか。とにかくお約束通り無罪判決をお願いしますよ。教えてくれ、なぜ大トロなんかのためにマヨちゃんを誘拐する。私は自分の仕事に誇りを持っております。依頼人には絶対に殺人の容疑がかからないようにする、それが信頼関係であり殺し屋の仁義なのです。殺し屋の仁義？お忘れのないように、あなたに選択の余地はありません。殺し屋は必ず仕事をやり遂げます。もしもあなたがしくじれば、殺し屋の仁義にかけて彼女には死んでいただきます。ハミちゃん、司会者ハミちゃん。では待って、ど
どうして殺し屋とトランシーバーでつながってることを言わなかった。え、分かってれば電波の発信源から居場所をつかめたもの。そんなこと言われても、ハミちゃんしっかりするんだ。ハミちゃん、ハミちゃん、あれ、ハミちゃん。なるほど、龍一さんですね。え、私は今この綾瀬と晴美さんの体をお借りしてあなたとお話ししています。ハミちゃんの体を、なんだこれは。私は天野ゆりえ。天野ゆりえって藤見野さんの婚約者で自殺した。迷いさんが囚われている場所は大トローの家の地下室です。え、なんだと。それと迷いさんからの伝言です。なるほど君、私のことなら大丈夫、心配いらないから。大トローのこと必ず有罪にしてやってよね。あんなひどいやつを無罪にしたら私絶対に許さないんだから。迷いちゃん、時間がありません、早く助けに行ってあげてください。はい、そしてキリオを、どうかあの子を救ってください。キリオさんを、ちょっと待ってください、待って。ちょ、あ、あれ、なるほどくん、アミちゃん、ここは私に任せろ。僕も一緒に行く。ダメだ、貴様には他に行くべきところがあるはずだ。え、なるほど、我々は決してヒーローではない、たかが人間だ。どんな結果が待ち受けていようと君は戦うしかないのだ。なぜなら君は弁護士だからだ。僕の行くべきところ、そうだ、もう一度キリオさんに話を聞こう。ちょっとキリオさん、泣かないって、こんな時ギリアって、あ、聞くんだった。お願いします、キリオさん、何か知っていることを教えてもらえませんか。これは私とユリエさんの復讐なの。復讐？半年前、初めてオートロのマネージャーになった時、忍者なんじゃの正体が不死身のだって教えてあげたの。そしたらあいつ真っ青になって驚いて不死身のに近づいて情報を流すよう命令してきたわ。どうしてですか。やっぱりオトロが天野ゆりえさんの自殺に関わってるんですか。ゆりえさんは二人の男に殺されたのよ。二人、オトロと不死身のに。不死身のさん、そんな、だって藤見野さんはゆりえさんの婚約…藤見野はゆりえさんを見殺しにしたの。あの男は苦しんでるゆりえさんを助けようともせず、自分の人気のことだけ考えて。ひいき君よ、ゆりえさんが亡くなると藤見野はすぐに所属していた事務所を辞めさせられたわ。そして人気はガタ落ち、だから今度は正体を隠して再起を図った。ゆりえさんの残した遺書を利用するためにね。遺書？遺書は見つからなかったんじゃ。いえ、人書いたはずよ。自分が大トローによってどんな罠にはめられたか不死身のに知ってもらいたくて。でもそれを見つけた不死身のがどこかへ隠してしまった。なぜです。遺書は大トローにとって決定的な弱みになる。だから不死身のはずっとタイミングを伺っていたの。タイミングって？大トローに一番強いダメージが与えられるとき。受賞式後の記者会見、あそこで藤見野は自分の正体を明かすつもりだった。そしてゆりえさんの遺書を暴露する気でいた。本当ですか。私はあの晩必死でゆりえさんの遺書を探したわ。できれば公表される前に始末してしまいたかったから。どうして？だって公表されれば藤見野の思うつもでしょ。自分だけ責任逃れをしてまた人気を手に入れて、一緒なのよ。藤見野も大トローと同じ。何が分かるの？不死身のの死体にナイフを刺すとき、私は何一つ罪の意識を感じなかったわ。キリオさん、行こう。ハムちゃん、不死身のさんの部屋に戻って衣装を探すんだ。え、それは
大トロを真犯人に追い込む重要な証拠になる。でも大トロさんが真犯人となったら真由美さんは時間を稼ぐんだ。遺書を見つけて真由美ちゃんが見つかるまで隠し続けて。そうする貴様はなぜ法廷に立つ。では失礼します。待って、もしかしてあなたたちは大トロが真犯人だと分かっていて。大丈夫です、なるほど君が何とかしてくれます。兵士たちが消息を追っている。それとこれは大トロの屋敷に残されていたもの。不自然なほど厳重に保管されていた。また熊だ。今度は木彫りの置物。どうしてそんなものを。今調べているところだ。とにかく健闘を祈る。おい三剣賢治が味方で安心しました。いただけますか。神谷桐生、
彼女は殺人現場に手を加え、大トロに不利な証拠を作った。その点で罪を逃れることはできない。しかし、神谷桐生は断じて殺人には無関係だ。なんと。まずは、このカードをご覧いただきたい。何ですかな、これ。サザエのイラストのように見えますな。それは、ある殺し屋の名刺のようなものだ。殺し屋ですって。三菱のやつ、迷いちゃんが見つかっていないのにのっけから確信をついてきやがった。そんなではなかったのですか。不死身の伊沢を殺害したのはプロの殺し屋だった。そしてその依頼人こそが大トロ慎吾だったのだ。依頼人そんなの根も葉もない言いがかりだ。異議を却下します。検察側続けてください。では最初の証人を召喚する。証人、証言台へ。よう、やはりお前が証人。向こうから来なさいよ。こっちの方が近いだろ。積み上がり。なんだよお前、ピピピピ。鳥川。証人、名前と職業。やはりまさし、一流芸能雑誌の記者をやっております。事件のあったあの日の夜、証人はスクープを狙い、被害者藤見の伊沢の控室を張っていた。間違いない。おう。ではその時の様子を証言していただこう。授賞式の後、俺は控え室の前で待ってたんだ。そしたら少し離れたところで大殿が殿様の衣装を着て誰かと話してたんだな。多分ただのボーイだったと思う。以上。それが一体何だって言うんだ。え、特に怪しい。それがただのボーイだったのならばな。さあ弁護人君、尋問をお願いし。三菱検事は一体何を考えてるんでしょう。わからない。でも尋問して時間を稼がなきゃ。では証人に聞きます。ボーイさんと被告人を見たんですよね。二人を見て何か気づいたことはありませんか。気づいたこと、はい、特に何もなかった。証言開始。そういえば大殿がボーイにチップを渡してたな。え、随分と分厚い封筒で、あれいくらぐらい入ってたんだろう。以上。ちょっとチップ。その封筒は被告が渡した依頼料だったとは考えられないだろう。依頼とは藤井の伊沢の殺害に決まってるだろう。じゃ、俺が見たそのボーイは。そう、現場に残したあのカードが証拠。殺し屋サザエモンだ。サザエモン。待てよ、だったら納得できることが一つあるぞ。証言開始。証言開始。チャン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 。俺さ、ずっと藤見野の控え室の前を見張ってたんだけど、途中で一回トイレに行きたくなってその場を離れたんだ。戻ってきた。さっきのボーイが藤見野の控え室から出てきたんだよ。なんだって。で、大トロの部屋をロックして中の人に何やら手渡しをしてたんだよ。ちょっと待て、何やらってなんだ。はっきりさせる。はっきりしねえから何やらって言ってんの。ちゃんと思い出しなさいよ。古い道や。待ちなさい。それは殺人現場から持ち出されたものと思われます。重要な証拠となりますので、ちゃんと思い出してください。なんかこんな俺らね、もう一度見ればはっきり思い出すんだけどね、なんか木製の動物みたいな感じだったかな。こんな、やはり、ん、お前が見たその何やらとはもしかしてこれのことか。おお、それだ、間違いないよ。それは確か大トロの屋敷で見つけた。被告人の家ですね。どういうことですか。簡単なことだ。殺し屋は控え室で藤見の伊沢を殺害した。その際、現場からこの木製の熊を盗み出した。そしてこれが大トロの屋敷から発見されたということは、大トロ慎吾が依頼主だという決定的な証拠だ。よし、はい、さあ、さあ、有罪。下がりなさい。落差しやってよ。おはい、クオクオクオ。静止コリ、静止コリ。そう、三剣のやつ、これじゃ迷いちゃんが。弁護人、これはあなたにとってかなり不利な証拠でしたね。もうこれ以上の審理は必要ないように思われますが。ちょっとお待ちください。まずいな、このままじゃダメだ。何かもっともらしい疑問を提示しなきゃ。弁護人。大トロさんが依頼人だという証拠は、殺し屋から熊の置物を受け取ったことと、その置物が大トロさんの屋敷から発見されたという2点です。しかしこれらの証拠はどちらもある人物によって仕組まれた可能性があります。どういうことですか。殺人を殺し屋に依頼した真犯人は大トロさんではなく他にいるかもしれない。なるほど、それが貴様の答えか。何、じゃあお聞かせください。そのあなたに依頼した
いや、被告に依頼した罪を着せようとしている人物とは一体誰なんですか？もちろん神谷桐雄です。異議あり！弁護人の主張にはあまりにも無理が多すぎる。そして証拠の欠片もない。なるほど、くん。まよちゃんを助けるためだ。たとえ世界中を敵に回しても大トロを真犯人にするわけにはいかない。裁判長、私には弁護側の挑戦を受ける用意がある。挑戦？なるほど。貴様は不思議に思わなかったのか？真犯人はなぜこんな熊の置物を欲しがったのか。確かに。その答えを知ればおのずと明らかになるだろう、誰が真犯人か。裁判長、神谷桐雄の容疑を晴らす証人を入廷させたい。それは一体誰ですか？言うまでもなく、彼女自身だ。え、ちょ、桐雄さん。証人、名前と職業。神谷桐雄、大トロ慎吾のマネージャーをしています。証人は現在死体損壊の罪に問われている。しかし今日は殺人の罪を負うべき人物を探すため証言台に立っていただいて。何でもお答えします。私とユリエさんの復讐が叶うなら。では早速伺おう。この熊の置物に見覚えは？もちろんあります。何ですって？どうして桐雄さんが？教えていただこう。はい、実はそれはパズルになっているんです。正しい順序で首を動かすと中に小物を入れることができて、でもやり方を知らなければ開けられません。なるほど。では弁護人、尋問をどうぞ。はい。ではまず、どうしてあなたがそんなことを知っているんですか？あのクマがパズルになっているだなんて。私も同じものを持っているんです。何ですって？これは私のいとこ天野ゆりえが私と藤見野だけに買ってきてくれたスイスのお土産なんです。じゃあパズルの解き方は？もちろん知っています。つまり次に知るべきことはただ一つ、この小物入れの中に何が入っているか。何か入っているのですか？それをこれから確かめる。証人、これを開けられるのはあなただけだ。お願いする。証人、あなたがこの中に入っているものを世間に公表したくないことは知っている。しかし公表しなければ被告の有罪は勝ち取れない。いいのかな、大トロ慎吾が無罪になっても。わかりました。なるほど、くん。ああ、間違いない。中身はきっとユリエさんの遺書だ。僕たちが、そして桐生さんがずっと探していた。でも、もう僕にはどうやったって止められないよ。解けました。これでよろしいですか？ああ、それは何ですかな？メモのようですが。聞くまでもない。遺書だ。遺書？殺害された藤見の伊沢の婚約者、天野ゆりえの名。裁判長、この遺書の内容を読み上げていただき。ああ、それは構いませんが、この遺書とこの事件と一体どういう関係？読めばわかる。待ってください。そこに書かれていることは全て真実です。でも、だからといってそれで藤見の伊沢の罪が軽くなるというのは間違っています。藤見のさんの罪？いとこをゆりえさんを死に追い込んだのは藤見のも同罪です。証人、黙り黙り。裁判長。なあ、はい。では、告白。終わりだ。迷い様。私、忍者なんじゃこと藤見の勲は、今日ここで2年前に自殺した婚約者への思いを告白します。え？藤見のさんの告白？ああ、続けます。2年前。私の最愛の婚約者はある陰謀により自殺しました。それは当時の報道を記憶されている方ならご存知のことと思います。私はそのせいで所属していた事務所を追われ、ゼロからの出発を強いられ、今日に至ります。しかしここで一つだけどうしても皆さんに知っておいてほしいことがあります。外部との接触も断たれ、
彼女にも伝えられなかった思いがあります。私は彼女を、天野ゆりえを心から愛していました。だからたとえ世界中を敵に回しても、私だけはあの報道がデタラメであったと信じています。もちろん今さらあの時のことを蒸し返しても、ユリエは帰ってきません。遺書も残っていません。ただ真実は闇の中に葬り去られても、私は信じ続けます。永遠にユリエのことを。嘘でしょ。これが藤見野さんが記者会見で発表しようとしていたこと。どうして、なぜ今さらこんなこと。事件直後ではきっと何を言っても取り上げてもらえないと分かっていたんだ。だから正体を隠して世間に注目してもらえる時が来るのを待っていたんです。忍者なんじゃとして必死に頑張って。
このスイッチを押したらあなたのその荷物がどうなるかは保証できませんが。断末何を考えてる。なるほど、殺し相手に証人尋問などしても無駄だ。陽ちゃんを助けるためだ。少しでも時間を稼がないと。しかし他に方法はない。協力してくれ。どうなっても知らんぞ。何をこそこそ話しているのですか。頼む。では証言していただこう。あなたに依頼した人物の名前を。ミツルン検事。かしこまりました。ですがまず最初に、殺し屋という商売は依頼人との信頼関係が最も重要です。だからこそ私は今こうして証言台に立っている。依頼人との信頼関係。私どもは正確に仕事をさせていただきます。そしてその代わり、お客様も私どものことは決して口外しない。ではその信頼関係が裏切られることはないんですか。今まではありませんでした。そしてもしそんなことがあれば、依頼人といえども容赦はいたしません。でもそれは少しおかしいですね。証人はこれから依頼人の名前を証言しようとしています。依頼人にとってはものすごく迷惑だと思いますが。致し方ありません。この度の依頼人は仁義に外れたことをしておりますので。仁義。自分が助かるために他人に罪をなすりつける、これはとても許されるべきことではありません。殺し屋が偉そうに。おい、死にます。滅相もございません。あ、痛い。では、そろそろ証言していただけますか。誰なんです。誰があなたに依頼したんですか。それはもちろん神谷キリオです。やっぱりそう来たか。依頼された私が言うのだから間違いはない。これで被告人大トロ慎吾の無実は証明されましたね。嘘よ、その人の言ってることはデタラメだわ。なるほどさ、あなたは分かってるでしょ。お願い、助けて。では、弁護人、大トロ慎吾は無罪ということで。では、弁護側は証人に対する尋問を要求します。どういうことですか。なるほど、どういうつもりですかな。弁護人、あなたは自分の言ってることが分かってるんですか。この証人は被告の無実を証言しているんですよ。証人の嘘を見抜いて真実を見つける、それが僕の仕事ですから。そんな。よし、いいだろう。では証人は依頼人について詳しく証言をお願いする。ミツルギ検事まで。なるほど、周りは全員敵ということですか。面白い。何度も言いますが、依頼人は神谷キリオ様でございます。私が許せないのは現場に細工なさったこと。細工。何でも発見者のふりをして現場に訪れたそうですが、神谷様は最初から知っていた。ターゲットがすでに死んでいることを、その上で胸にナイフを刺し証拠をでっち上げた。これは仁義に外れた行為と言わねばなりません。では、あなたの言うことが本当だとすれば、やはり大トロ慎吾は無罪ということで。異議あり。何の意義があるというのですか、弁護人。この証人はあなたに有利な証言をしているのですよ。その証人に向かって異議あり。もう訳わかりません。すみません。助かります。弁護士さん、はい、私は先ほどからあなたに有利なことを証言しています。それなのに何の意義があるというのですか。それはもしかしてあなた裏切ろうとしているのでは。そんなことは決して。私は裏切りというものを最も憎んでいます。そちらがその気なら。待ってください。まずいな。自分で自分の首を絞めるとはまさにこのことだ。いくら異議を申し立てられても依頼人は神谷キリオに間違いない。依頼をお受けしたのは、そう、1週間ほど前でしたか。どうしても授賞式の夜に仕事をしてほしいと言われて。初任、これは重要なことですから正確に証言をお願いします。依頼人に頼まれた仕事とは。藤見野勲の殺害と熊の置物です。熊。ターゲットを殺害後、私は置物を探しました。殺害と同じぐらい重要なことだ、そう言われておりましたので。それでその置物は。ターゲットのカバンの中に入っておりました。それをどうしましたか。間違いなく渡しましたよ、依頼人に。依頼人に。ええ、私は熊の置物を探して神谷キリオ様に渡しました。異議あり。何。殺し屋さん、もしもあなたがこの熊をキリオさんに渡したというのなら、その中に
あんな告白が入ってるわけよな。これどういうことですか。そういうこと。もしも依頼人が桐生さんだったとしたら、置物の中に藤村さんの告白が入ってるわけがない。だって桐生さんはパズルの解き方を知ってるんだから。まあそうか。つまり依頼人はパズルの解き方を知らない人でなくてはならない。なるほど、龍一。はい。申し上げたはずです。私は裏切りを最も憎むと、どうやら今の尋問ではっきりしたようです。あなたは私との約束を破るおつもりらしい。しまった、つい調子に乗って。よろしい。違うんです。それならば私のすべきことは一つ。待ってください。頼む。それだけは。ならばさっさとこの審理を終わらせることです。さあ。どうされましたか、メモリー。では私からの質問に答えてもらおうか、少年。どうしてこのパズルの解き方を知ってる依頼人が中に何が入っていたかを知らなかったの。そんなことは私ではなく、この弁護人に聞いていただきたいところです。なるほどか。しっかりしてください。やれやれ、全く頼りにならない弁護士ですね。タミヤ・キリオはパズルの中身を確認したに決まっているじゃないですか。ですが遺書ではなかったので、元に戻して被告人の家に置いたんですよ。被告人に罪をなすりつけるために。それぐらいの時間はいくらでもありましたからね。そんな。どうです、これなら辻褄も合いますよね。バカな、そんなのこじつけ。お荷物に傷がついてもよろしいので。いや、それだけは。嘘よ、私はパズルの中身なんて知らなかった。私もずっとユリエさんの遺書が入ってるものなのばかり。だから私に依頼されたんですよね。その遺書が世間に出るのを止めたかった。あなたの言った証言です。どうですか、三剣検事、何か反論はありますか。だから私はこの男に証人尋問ののしも無駄だと言ったんだ。三剣検事、何を聞いても同じことだ。どういうことですか。検察側からの質問は終了にする。何ですって。三剣、りんちゃん、致し方あるまい。静粛に、静粛に。となるとこれは極めて疑わしい状況ではありますが、殺し屋左左衛門の依頼人はやはり神谷桐生だったということになります。弁護人、はい。今ここで審理を終了するならば、あなたの依頼人大トロ信号は無罪ということになります。そして神谷桐生が罪に問われることになるでしょう。桐生さんが殺人罪に。ではここで最後に弁護側の意見を聞きます。被告人、大トロ信号は証言台へ。やれやれ、やっと判決ですか。正直なところ、あなたが潔白とは言い切れません。余計なことは言わなくてよろしい。しかし、少なくとも殺人の罪に関しては無実だったようです。やっと分かったのか、このボケらどもが。まったくひでえ弁護士だったぜ。ここまで暴かれちゃ春風のように爽やかなんて。お笑い草だもんな。とにかくよ、さっさと無罪判決いただこうか。なあ、弁護士さんよ。どうすればいい。どうすれば迷いちゃんの命を取るか、正義を取るか。大トロのこと必ず有罪にしてやってよね。でもそんなことをしたら迷いちゃんが殺される。だからといって大トロを無罪にしたら桐生さんが裁かれる。有罪か無罪か、どっちを選んでも誰かの人生が終わる。僕の選択によって。では弁護人、あなたの最終的な結論を聞かせてください。ああ、聞くまでもねえだろ。だってこいつは俺の弁護士なんだから。
僕の依頼人は大殿の慎吾は真実は闇の中に葬り去られても私は信じ続けます。永遠にユリエのことを。ごめん、マヨちゃん。大トロ、大トロ信号は逃げる。なんだお前、このまんめじゃ。助かった。勘違いしないでよ。私はあなたたちを助けに来たわけじゃない。それはカルマはすべて完璧をもって良しとする。糸のこぎり刑事が届けようとした殺し屋のアジトにあった遺留品よ。遺留品？それは中身は確認しましたか？そんな時間あるわけないでしょ。殺し屋さんは？ご冗談を。そんなことをすれば依頼人の信頼を裏切ることになります。それだ。そうだ、控室に置きっぱなしの荷物をうちへ運んでおいてくれないかな。アタッシュケースの方も一緒にさ。どっちも絶対に安全な場所に。おそらくこれが最後の逆転の証拠になる。勝手に開けるな。やっぱり。それは俺の仕事が録画してある DVD でな。いきなり。殺し屋さん、おそらくこの DVD にはあなたが記録されています。私が？あの殺人現場には小型カメラが仕掛けられていた。あなたの犯行は録画されていたんですよ。何ですと？本当ですかな、弁護人。一体誰がカメラなの？あらかじめ現場にカメラを仕掛けることができたのはあなたの依頼人しかいません。まさか。なぜ依頼人がそんなことをしたのですか？以前あなたの依頼人はあなたについてこんなことを言っていました。そこであの映像が物を言うってわけ。犯行現場がバッチリ記録されてんだぜ。こっちが逆に奴を揺することだってできる。いわば保険ってやつだ。依頼人はあなたのことを全く信用してなかった。挙句の果てにはこの映像を使ってあなたを脅迫することまで考えていたんです。そんな、許せば。ちょっと待って。証人は言ったはずだ。裏切り者を最も憎むとな。その通りです。ではもしあなたの依頼人がその裏切り者だとしたら。もちろんその場で契約を打ち切らせていただきます。いや待て。そしてその依頼人こそが私の次のターゲットとなるでしょう。殺し屋の名にかけてこの命に変えても追い詰めてご覧に入れます。おいおい、何を考えてる。今のはわざと外して差し上げたんです。より恐怖を感じさせるために。次は決して外さない。覚悟しておけ。なるほど様。はい。ただいまをもって依頼人との契約を終了します。あなたのお荷物は責任を持ってお返しします。大殿さん、これがあなたの望んだ結果ですか？一つだけ言っておこう。貴様が自由の身になれば近い将来、腕利きの殺し屋が貴様の前に現れるだろう。その男の仕事は素早く、そして完璧だ。その様子はあの映像を見ればよくわかる。助けてくれ！では裁判長、判決をお願いしよう。判決？すでに勝負はついた。こいつに逃げ道はない。なるほど。では大殿を信吾に判決を言います。待ってくれ。無罪判決なんて受けたら俺は殺されちまう。殺されちまうんだよ。有罪にお願いします。被告人大トロ慎吾は有罪。いや
ていたようですね。私の方はまだ少し混乱しておるのですが、まあ皆様方が晴れ晴れとしていらっしゃるのならそれでよしとしましょう。では本日はこれにて閉廷。やった、終わった。それにしても一力源氏は味方だと思っていたのに許せません。私抗議してきます。え、ハミちゃん、ちょっと待って、ハミちゃん、ハミちゃん、ちょっと待って。いいんだよ、三力は源氏としてやるべきことをやっただけなんだから。そのおかげで最後の証拠品が届くまでの時間も稼ぐことができたんだし。源氏としてやるべきこと。うん、三力ありがとう。お前の言っていたことがようやく分かったよ。僕が何のために法廷に立つのか。さすがなるほどくんだよね。約束通りあいつを有罪にしてちゃんと
なんかペコペコ早くなんか食べ行こう。おお、そうだね、ラーメンでいい。ラーメン大好き。よしよし、誰が誰を好きだって。いただきスキャンダル、今話題の天才弁護士、アシスタント霊媒師、ラーメンデーとか何を言ってんだお前。ラーメンデー風邪、これは俺が当てた。おい、マギさん、風邪やはり。うわほう、あの漫画の続きを教えろ。うわぁ、逆転裁判2、さらば逆転にお越しくださいまして誠にありがとうございました。ここでちょっとお時間をいただきまして、インフォメーションのコーナーをやりたいと思います。では担当者の方、よろしくお願いします。さあ、ということでやってまいりました。はじめましての方も、はじめましての方も、そうでない方も、ごっぷんか。物販一筋25年、物販うるおでございます、どうぞ。さあ、本日中ご紹介したい商品はこちら。ありがとう。はい、こちらでございます。こちらの高性能の紙。なんと、こちらの紙を買っていただくと、逆転裁判2の DVD がついてくる。今日持っておりますこの DVD、 マルチアングルでご覧いただけますね。こちらの、DVD 付きの紙ですが、さらにそこにキャストのほぼ集合写真がついてくる。ほぼです、ほぼ集合写真。ここの誰かは写っていません。そこら辺も確認してください。そして千秋楽バックヤード映像、そして楽屋トーク、キャストコメントなどなど、付録満載のこちらの紙。しかしこちらの紙の素材、ご覧の通り、これでも全然破れない。こちらをこうやっても破れないこの紙、非常にお値段の方も上がってしまいました。なんとこちらの紙、お値段76,500円。しかし上の門に行ってやりましたよ。おいおい、武蔵小杉の家賃じゃない。6,800円でございます。最初のやつは、ぜひお帰りの際、物販コーナーにもお立ち寄りください。以上、物販うるおでございました。武蔵小杉ってそのぐらいなんですね。相場で調べております。相場で。ありがとうございます。はい、今殺し屋さんも言われたんですけども、今日DVD 撮影が入ってまして、お昼もあったんですけども、はい、ありがとうございます。ご本人かありがとうございます。ありがとうございます。皆様のまたのお越しを、キャストスタッフ一同心よりお待ちしています。本日は本当にありがとうございました。
まいりました。みんなで異議ありのポーズをやろうではないかのコーナーでございます。説明の方よろしくお願いします。私ですか。はじめまして、皆様、異議あり職人こと異議あり職人です。皆様、右手の方はありますか。右手ある方は右手を出していただきます。そして、この指ですね、なんていうんですか、お母さん指、こちらの指を上げていただきまして、左に引きます。そして前に出すとともに異議あり、あ、今の悪い例でございます。それではいい例の方よろしくお願いします。はい、任せてください。異議あり。こちらからは以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの、皆さんも一緒にいいですか、よろしいですか。せーので言ったら異議ありと前に、あの、お隣の方気をつけてですね、見つかってなんかいざこざとかまずいすいません、よろしくお願いします。いきますよ、せーの、異議あり。ありがとうございます。